いや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 、おかしくない？ね、本日の塩って言ってあそこって書いてるんだけど。はい、あの、はい、まあ、残り3ホールじゃないですか。そう、まあ、2アップ、はい。はい。私も最後までやりたいんですよ。なので今回も。ハンデということで、青木もう仕方ない。だってレディースはあそこでしょ。ハルカ、多分100ヤード以上、150ヤード前ですよ。しかもこのホールは493ヤードのパー5なんですけど、ハンディキャップ1、計測したら多分545の上りで570ぐらいあります、ね、結構上の方あるもんね、はい、まあ、これぐらいやっていただいていいかなと。いいですよ。あ、いいですか。仕方ないです。そりゃ純ちゃんの頼み断るわけにいかんでしょ。ツーダウンから私がスタートして頑張って。そうですね、なんとか俺このホール取ったら終わってしまうんでね。はい、うん、長い距離、飛ばしのプロを見せてください。いやいやいや、飛ばしのプロじゃないんだけど。まあとりあえず純ちゃんこのホール頑張ってよ。はい、わかりました、うん、9ホールまで行けるようにね。はい、よし、じゃあやりましょう。グラスバンカー狙い。ああ、ヒール気味。でも、ナイス。ナイスミス。ナイスです。ああ、フェアウェイいいところ。おお、グー。完璧。いやー、ナイスです。乗せちゃったかな、これ。あ、結構いいところ来ました。何ヤード飛ばせるんですか、スピンが。これは普通だったら230、340は行きたいんだけどね。はい、めっちゃいい球じゃないですか。当たったね。使えるね。ちょうどいい。あれ？最近調子悪いって嘘じゃないですか。最近これ本当に良くなかったね。このスプーンで使って、本当こう初めてに近いぐらい。今相当なんかデモンストレーションぐらいいい当たりしてました。うん、いやだから何も考えずに適当に振っちゃったからいいわ。ああ、欲がない感じ。そう、これで乗っけたろうとすると多分無理やった。はい、多分200、それぐらい340ちゃんと行ったんじゃないですか。あ、今のはそうだね、だいぶ打ち上げやから転がってないかもしれないですけど、でも結構いいとこ行ったんじゃない。はい、っていうか曲がらない今日、さっきさ昔のイメージ結構結構あっち行き、こっち行きしてね、はい、ダフったりとか飛ばしてるからねみたいな感じ。いや、ちょっとあの仕上がってるんでどこですか、向かってるところは。おー、グー。お、バンカー。当たりが良かったんですけどね。なんかバンカーっぽいのがある。いい感じ、フジっぽいけど。あ、ナイスオンです。ナイスオンです。あたす。なんか今日何やってもいい感じ。お、うまい。お、うまい。お、ナイスオンです。ナイスオンです。うわー、よっこだ。うわー、よっこだ。うわー、狙いすぎたか。いやー、狙いすぎた。あー、くそ、悔しい。さあ、純ちゃんのバーディーパットよ、今度は。お、来た。うわー、来た。うわー、惜しい。惜しい。あぶねー、あぶねー。オッケー。7番ホール終わりました。はい、あと2つ。あと2つ。もう本当決着したかったんだよ、7番で。っていうかさっきのバーディーパットもまた惜しかった。だ、お互いね、はい、お互いバーディーパットやったんだけど、8番、今度はショートですよ。はい、ここは8番で147ヤード、はい、西崎さんのところのティーだと。そうですね、はい、これまたホールインワン、はい、焼肉食べたい。俺も食べたい、焼肉。カンさんの焼肉。カンちゃん、よろしく。と、それとエアトリさんのね、はい、国内旅行券があるんで、なんとかそれをゲットして、はい、優秀の美を飾ってください。ここでホールインワンも取りたいし、9番まで行きたい。そうだよ、ね、だって私ここ分けちゃいけないんですよね。ここ分けでもダメです。はい、はい、頑張ります。ここはもうとりあえず勝たなきゃいけないんでね。はい、はい、頑張ります。見えない。右目、ちょっと右目。でも
見えた。おお、あ、手前だ。パーは拾えるかもしれないとかね、うん、これちょっとこれも逆光だからね、ちょっと見にくいだろう、ね、こういう時って結構いいショットするのよ、顔が残ってるっていうかね、欲が出なくなりますね、その見ない、見ないから、見ないように、そう、見ないから、そのまま見えない、見えないから、そう、もう年末ですからね、今年出さないと。お、いいんじゃない？ちょい左か。ああ、大きいか。ナイソンです。ナイソンです。戻れ。戻ってこない。ボール動かず。でもナイソン。はい、出ます。よし。ちょいフックラインで上からトロトロトロ。ここからフックし。いいのかよ、フック。切れないと曲げちゃう。いや、俺があれパーパット入るかどうかわかんない。とりあえずは。お、転がりがいい。あ、止まっちゃう。うわっ。お、ナイスだ。ナイス。簡単に入れたね。いやー、少しでも先に入れてっていうね、これなんかね、嫌なラインなんだよ、これ。フックもあり、スライスもあり、入りますよ。でも外してほしいけど、そう、入れたら終わっちゃうんだよね、はい、入れるぞ入れるぞ。まあこれはね、もうこの距離は目つぶっても。あれし、優しさを出したんですか。まあ、そういうことでしょ、ここから。じゃなくて今、え、いいの？フックラインで読んでるのに。いいんですか、ボギーで。やっぱりスライスだ。こういうことがあるんですね。いやー、悔しい。こういうことがあるんですね。いやなんかちょっと私、西崎さん、見直しました。優しさが。さあ。はい、先ほどはなんと、ありがとうございます、いただきました。いや、あのわざと外したんじゃないですよ狙いに行ってフックラインに打ったのに、なんかしらスライスしていった。いやー、なんかラインの読み間違いです。ゴルフってね、そういう棚ぼたもありますよね。いやー、もうあのホールで決着 して9番は遊びたかったんだけど、はい、なんと一応勝負ホールということで、はい、最終までやってきました。まあ私の負けはないんですけど、はい、でも私もここを星取ればそうドローになるんですよね。いやー、でもね、これね、このホールね、距離ないじゃないですか。282ヤードパー4、ね、9番ホールで距離ないんだけど、俺ここじゃないですか、はい、レディースめっちゃ向こうあんな前で下手したらワンオン、順じゃったらワンオンあるじゃないですか。そうなんですよ。あそこだったらここね、すごいあのこの山があるんで、うん、山越えに行かないとなんかこう突き抜けちゃいますよね、はい、普通の人は。まっすぐ行ったら突き抜けるし、山越え下手したらあの低いボールだと OB に入っちゃうし、でもさっき言って難しいです。持ってるのはドライバーでいいんですか。いや、もう攻めますよ。はい、あのちょっとギリギリからフェードを打ちたいなと思って。あ、じゃあフェードでね、はい、確かに言ってドローしたらすいません。最終ホールの決着お願いします。はい、お願いします。あー、あそこ行ったらフェードって意味ない。で、渡ってないから多分移動してる。最初です。あの打ち上げだから、まあ、200ぐらいなんですよ、うん、私のドライバーはちょうど200ぐらいで、ワンオンあるよ、ワンオンあるよ、これちょうどね、斜面のあの奥のモリッとしてる木のところのちょい右なんですよ。問題は方向性だよね、はい、そこに行けるかどうか、あと高さも出さないといけない。大丈夫、上がってるからボール。おお、うわ、ナイス。あ、キックが左跳ねたぞ。なんかね、ああいう感じになるんですよ、ね、もうちょっと上がってくれたらね。はい、うまい。おお、なんかピッタッコ多くないですか。結構筋ってたね。お、悪くないよ。
寄っていく、これ寄っていく。あ、まず。もう先外してるからね。これ短い。見づらいんですよ、なんかね、傾斜が。うん、全然読めないんだよね、傾斜が。今、純ちゃんの心の中を、ね、外してる。え、心の声出てました。心の声が聞こえたような。入った思ったけどな、最後フックしたね。これ悔しいパーだな。悔やパー。あんだけなんか5ホールぐらいで終わるそうな感じであったのにな。それね、はい、スライスです。本当？はい、ここからやったらスライス。ちょっともう負けたんですけど、もう少しいいですか？いやー、絶好のチャンスだったのに。いやー、大人げねー。だって、水崎さんが外れてたから。ギリギリだよ、ジュンちゃんギリギリ勝ちました。ライスだな。俺もライン間違えたけど、純ちゃんも最後ライン間違えたんで。今日パターでしのいできてたのに。ねえ、最後の最後にやっちゃいましたね。でもいい勝負でした。本当ありがとうございました。もうどうでした？やってみて。ね、結構途中からバックティーにしてもらったりとか、うん、ちょっと私のちょっと調子が良くないのもあって、うん、甘えた部分はあったんですが、うん、結構パースリーは両方私結構乗ったんですよ。そうなの。俺両方乗ってないんで。次回はニアピン対決みたいな、なんかポイントをつけてくれたらいいのになって。いや負けたら本来はなんか持ってこいっていうのがあったんですけど、純ちゃんの場合はそれはいいです。その代わりコンペやろうかなと思って、はいはい、今回出ていただいた人全員、はいはい、その時の司会、あ、それはもちろん喜んで、一生懸命働かせていただきます。それがあの負けの条件というか。でもあとお歳暮持ってきたんで。あの本当にね、純ちゃんからなんかお歳暮いただいて、なんかすごいいいらしいね。我らには嫌だな。ということで、はい、またこのゴルフ場でもよく来るもんね。そうなんです。結構お仕事させてもらうので、うん、知ってるホールはあるんですけれども、うん、だからって打てると思うなよっていう、やっぱりゴルフは謙虚さをもう一回。そうだね。心に秘めて2022年は、ね、来年ゴルフは謙虚さ。これだね。本当あの温泉も黒くてね、うん、結構あのパウダールームがすごく綺麗で、なんかね、それいいって言ったんで、あとですね、あの、うん、私結構隣にもアネックスがあって、このクラブハウスの隣にあるんですけど、下にね入ったのね、はい、そこから平蔵さんだったかな、居酒屋があるんですよ。ここ生まれに来たらここが美味しいんですよ。あの前回もそれ食べました。あ、そうですか、はい、私結構毎年来てる。あの焼肉もあるしね。いやでも本当にここはね、大好きなコースなんでちょっと悔しかったんですよね。やぶ、危ない危ない。じゃあ次回ね、本当にあのコンペの時はぜひお願いします。はい、ちょっと修行をし直してきます。それと、トレンディエースチャンネル、はい、ご登録の方皆さんよろしくお願いいたします。見てる方ももしかして参加できる枠もあるってこと？ね、それはあの可能性、応募してもらいますんで、はい、でそれであの今までプロ野球選手とか、女子プロゴルファーとかいろんな芸能人の方も出てますし、ええ、その人にも一応来てもらって、誰となるかってその日で抽選にしようかなと。なるほど。じゃあ見ていただける方もぜひ応募していただければ。そうです、ね、ということになりますね。まあそれが機会を設けますんですよ、はい、はい、その時にはぜひ働かせていただきます。これ今日の負けの条件としてね、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ガーン。